第64回、都民の消防官で特別表彰された、東京消防庁緊急消防援助隊都民の消防官は、東京消防庁所属の消防官から特に功績のあった人物を表彰する制度、1955年に始まった。福島第一原発事故で危険な中で注水を行った、東京消防庁ハイパーレス球隊の屈折放水当社民官による、 唯一の表彰制度で、消防総監表彰や、消防庁長官表彰健康賞に並ぶ栄誉とされ、功労の特に顕著な消防官で、都民の信頼と感謝を集める人これまで三百六十一人が受賞している。3K 新聞社の主催で、富士テレビなど、富士 3K グループの講演、三菱自署、東京ガス、3K ビル、福岡生命保険、三越伊勢丹ホールディングス、 東京都消防コンワー東京連合防火協会、東京防災救急協会が協賛している。1992年の第45回表彰では、東京消防庁の女性消防官1期生の谷口由美子が特別賞を授与。女性消防官採用20周年を記念して、女性を代表し表彰された。2011年の第64回表彰では、 この年3月11日発生の東日本大震災で活躍の緊急消防援助隊を特別表彰した。緊急消防援助隊は震災発生直後から計3147人の隊員が東北地方で計88日間にわたり火災消火や救助活動を行い約380人の被災者を救出した。また3月18日に 水素爆発を起こした東京電力の福島第一原子力発電所事故では原発の露心溶融を防ぐため放射性物質放出の漂う危険な中で注水を行い約23時間45分の奮闘の結果放射線量を下げることにも成功したことが高く評価された2017年の第70回表彰では 発足50周年の装備部航空隊が特別表彰された。ヘリコプター発揮で、厚生の航空隊は、伊豆諸島最南端の有人島で都内から約4 0 0トル離れた青ヶ島も含め各地で活躍。この年9月20日に総飛行時間8万時間を超えたが、無事故での活動が続いている点で表彰された。なお、有識者を含む選考委員会は、 東京消防庁本部庁舎で開かれ、表彰式は後日大手町三景プラザで開かれる。第70回、都民の警察官で特別表彰された東京消防庁航空隊のヘリコプター。ありがとうございます。